勇者はそれぞれ剣、槍、弓、盾を武器として、天木蓮、年齢は16歳、高校生。俺は北村元康、21歳大学生だ。川澄樹、17歳、高校生です。俺の名前は岩谷直文、20歳、大学生だ。私、盾の勇者様のもとへ行ってもいいですか？左から鉄、魔法鉄、魔法鋼鉄、銀鉄と高価になっていくが、性能はお墨付きだぜ。なんだ金属事故？なんだこりゃ。すごい、いくらでも吸収できちゃうんだ。なんだこれ、なんなんだよ、俺たち仲間じゃ。お前騙したな。最初から俺をはめるつもりだったんだ。怖い、元康様。犯罪者が何言ってやがる。汚い、どこまでも卑怯で最低な連中だ。この国の奴らも俺を信じようとしない。そんな連中を何で守ってやる必要がある。じゃあこんな奴と一緒に戦わなきゃなんねえってことかよ。ふざけるな。だったら俺は俺のやり方で波をどうにかしてやるよ。こうして俺は信頼と金、名誉、勇者としてます。そんな格好じゃ舐められるぜ。せめてもの殲滅だ。わかった、いつか返しに来る。そんなあなたに良いお話が。こちらです。I should fuck her in the best.